お疲れ様です。今日はですね、こちらゴブジェイスパーキーのスパーキーなしやっていきます。はい、というわけでこちらね、今の環境のなんと勝率ナンバーワンでございます。まあ一番強いって言うと分かりやすいですかね。はい、スパーキー抜きました、抜かれました。てかまあスパーキーありもあります。はい、ダクプリかな、ダクプリの枠は元はスパーキーなんですけど、まあなんかね、なんなんだろう、別にスパーキーメタ、まあ枯渇とか、あとはなんだかんだスパーキーなくてもゴブジャイが強くねみたいな感じですかね。もうゴブジャイが強い、はい、ゴブジャイファイブレイジでなんとでもなるよねの話をしてたらスパーキーね、強いんですよ。同じパターンあるね、このダクプリとスパーキーが違うだけのパターンは全然あるし、まあ全く違うスパーキーの可能性もあると言ったところで、一回落ち着くか。これはさあ背中で受けつつの、さあ挟んでしっかり守る、これ大事ですね。えぐいね、マジで強い。これだとそのスパーキーがまあ腐らないんで、意外と枯渇とかにも戦えたりする。いやマジで近そうだな。うっ、おっつ、もう勝手にダメージ入ってる。え、右も入ってる、え、めっちゃ入ってる、でかい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 。さあちなみにこれスパーキー対決だとザップもないし、まあ、今みたいな自陣で受けれるといいんですけどね、対スパーキーに合わせるカードはないので、これ逆に逃げます。はい、こんな感じでね、でまたダクプリとミニペでしばいていこうぜって感じかな、まあ、無理せずね、うん、守る、守っとけばいいから。さあ単品できたら美味しいの、これ美味しいんじゃないからの、まあ、と同じですよね。はい、芝生、そしたら気づいたらゴブジャイが刺さって、ここになんかレイジとか添えとけば、これ終わったんじゃないって諦めたか。うえー、さあスパーキー対決ね、まあ、スパーキー入ってないんですけど元は入ってた。はい、ゴブジャイスパーキーのスパーキー抜きが熱いんですよ。なんかね、まあ、ナイトが限界突破してるんで、まあ、ゴブジャイで攻めるし、なんか逆サイドの、まあ、ナイトガゴとかナイトダクプリとか、まあ、ナイトダクプリミニペでも別に何でもいい、ゴブジャイなしのただただチンパンが強いでさえ、まあ、ゴブジャイでも強いです。ゴブジャイナイトダクプリミニペレイジとかそういうのでも成り立つんで、ぶっちゃけ何でもいいよね。さあで今回はゴブリンオールブレイカーか、ちょっとレアだけど、まあケツゴブ、ああこれ新鋭隊っすね、新鋭隊スキャバレとかのやつだな。はいはいはい、まあレイジで守るかなこれは。ああでマイティ、これ新鋭隊いるんすよね、どうしようかな。一回耐えるか、一回耐えて守るか。めちゃくちゃセパレートデッキです、戦いづらいね。でファイボも持ってんだよね多分。これでもナイトで、ナイトじゃない、ダークプリの突進で美味しくいけそう。うっ、いけ、にゃー、いいね。で早めにあのロキコをキング起動したいんで、ロキコじゃねえわ、誰あれ、ロキコか。ファイボ使ってまで耐えて、やばい、これ新鋭隊2とか来るかもね。いやーまあこれはまあまあまあいいでしょ、いいでしょ、いいでしょ。耐えてしまえば後半俺の方が強いぞ。ヤナアメかファイブあると思うんですよね。後半マジチンパンします。ナイト限界突破、ナイトを縦にゴブジャイダクプリ、まあ、ガゴレイジでも何でもいいんですけど、マジチンパンします。うわーこれやだな。いやでも耐えれる、いやガゴいいよ、ガゴいいよ。さあさあさあ、まあこれにさあ、これ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 強いぞ。行ってしまえ、これよこれで、まあ全てにかかるようなレイジ。あーマイティ強いなそれ、俺のこのガゴマジ弱いかも。で限界突破来るが、いやーもうこのチンパンでいいだよね。やばすぎだろ。
で、まあそこにはね、ちょっとファイブ打とうぞ。ファイブ打って。あっちはまあ別に何でも処理できるんだね。ういみたいな、これね。つまりいらない。ゴブジャイナイトレイジで勝てる時代が来た。やばすぎる。あ、これやばいかな。まあ、あの、折られなきゃいいんだよ、俺。ほどほどに守って。いやー、マザネク最強。マザネク最強。えぐいね。ブタ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 ブーですよ。さあ、マザネク、これ、相手呪文なかったのかな。やなめか、ファイブか、レイジか。なんか、その辺の呪文入ってても、ね、おかしくない。さあ、やなめでしたね。やなめだったから、まあ、マザネク無双でしたよと。さあ、まあ、そういったところで、マジでね、めっちゃ使いやすいよ。大会でも、マジトップ選手も使ってるし、本当にね、初心者の方でも、マジ使いやすい。まあ、限界突破ないと、いるとね、よりつ、いなくても、まあ、戦えないことはないけど、いると強い。これ、ゴブシャいなかったの辛いな。これ、ダークプリとかでちょっと攻めちゃうか。あー、マジ最悪だな。なんか流れが。いや、マジ守ってくれない系ね。守ってくれない系はまあたまにいるが、1本俺も折れそうなんで、ファイボかなんかありそう。おえ待って、ファイボ外してる。これやばい。下何匹出ると思った。いや、ガゴー邪魔邪魔邪魔。いやー、これ悩むな。エリババか、なんかいるぞ。イカチーノが、イカチーノ来てから考えるか。いない、もしかして。いやー、もうミニペレージ。はい、タワーは簡単に折れます。いや、でも相手のデッキやだな。アイスエースダックプリミニペ。やべ、なんか普通に怪しい。やべ、ゴーレムこんなにストレートで入ることある？やばすぎる。もう試合ないよ。ぐっちゃぐちゃ、ワンチャン耐えれる。うっ、えぐすぎる。何このドチンパン対決。いや、俺は違うけど。いや、あります、全然耐えれる。スパキ欲しくなるね、こういう時に限ってね。アイスイズね、ファイブ打っちゃいたいけどね。溶かしちゃいたいな。で、メガゴにガゴ出したい。これうわー、めっちゃいい。なんかメガゴの振り向きが。いやー、オッケー、ゴブジャイ入ってるよ。ダクティ頑張ってるよ。よしよしよし、悪くないね、悪くないね。ゴブジャイ結構ね、強いんだよ、背中が。美味しいね。ゴブジャイのこのレイジが強い。これ、延命してあげて。いや、ガゴ偉すぎる。また行く？あー、惜しいけど。よし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 。ゴブジャイの背中で頑張ってる。もう一回耐えれるかな。怪しいな。あのファイブ美味しいね。一発じゃないか。やりきないね。もう攻める、こっちも攻める。あいつ攻めたいだろうからね。こっちも攻めてあげて、このゴブジャイの背中。よしよしよし。いや、でもちょっとしか入らん、ちょっとしか入らん。これ無限に繰り返してる。マジ耐えれるかな、怪しいな。やべ、終わる。いやー、もう耐えてる。相手も来そう。うっ、マザネクだけや。こ
これさ、もう、あ、そのファイブはゴブジャイからのファイボからのレイジで突っ走りなさい。うえー、よく耐えた、よく耐えた。マザレクね、なんだかんだね、ファイボー持たれてるけどもみたいなね。わあ、いかっちぃ、いかっちぃ。まあスパーキーあればもうちょっと楽だったかもしんないんすけど、まあ今ザップ持たれてたんで、逆にねスパーキーあった方がきつかったかもしれないみたいなとこもありながらの、このスパーキーなしが結構いいんですよね。さあババが来る。そう、このババなんか限界突破でババと、あとは親衛隊も出たじゃないですか。なんでそこに対してダックプリがね刺さるっていう、ちょっと環境のメタにもなってるんで、そういう部分でもいいですよね。さあ、まあ、あーまた同じような、そんなんしかいねえやん。エリゴレかこれ、もしかしたらエリゴレパターンもあるね。まあラバか、うー、エリゴレでした。まあミニペでこれでコウモリに竹が、いやミニペ強っ。ゴブジャ行きたい、あー行きたい。一応ミニペ残ってるけど、ババいるかこれ、やべえ、ババ来る、ごめんなさい、ごめんなさい。いや来ない、落ちそう、落ちそうじゃね。うっ、うい、背中からのよね、これに。なるほど、止まるかな、レイジ、レイジ来たらレイジ落とすけど、来なければさナイトで守れる。イカチーデッキバーだな今日。スパーキーゴレ、エリゴレマジこれ陸系がね強いんだよね。これ本気で守ります。ファイブ打っちゃいます。ここでエリゴレダイブとかせたらね、もうそれだけで、なんか相手も終わってね。もう相手無理だよね。でナイトで攻めれるし、これが強い、これが、これが強いね。これだけでタオルっちるよ。だってさあナイト、あやばい、ミニペが、ごめんなさい、ミニペがなんかやばい、これもしかしてこれ破壊される、気抜いたら全て持っていかれそうだけど、そんなこともないか。絶妙に両方耐える、絶妙に両方耐える。最悪両サイド落ちてもフルカウントあります。いや絶妙に耐えるね。誰だこれに、ババ、いやドンピシャー。さあゴブジャイレイジ、これが強すぎ、いやゴブジャイ強いんですよね。まあ下方はさすがに来ないと思うんですけど、まあ来てもおかしくないぐらい強いよね。背中が強い。ダブル D よろしく。まああとは序盤にもうナイトを雑に使って限界突破ポイントを貯めていくよ。3回に1回なんだね。ああもう置いて、どんだけ来るねんスパーキー。しかもこれミニもないサイクルだとスパーキー守れないかもしれないですね。スパーキー多いね。スパーキーよりでもダックプリの方が俺好きなんですよね。いやー近いね。あ、いやでもミニペ2発ついよ、壊れやない。さあちょっと違うね、俺のデッキとはメガゴがいる。てか左すごい入ってるっすね、ラッキー。これまた最初の試合と同じです。サイスパーキーに合わせるカードないので逆サイゴブジェで逃げつつの、はい、スパーキーに対してダックプリを当てていく。まあナイトでもいいか、ナイトプラスなんかダックプリプラスなんか一生同じことしてんな。ミニペで守ってくんのかどうかよね、相手が。あ
残っとし、それ打たれんの痛いね。これはババか、これ0時でさ終わら、終わらこれ雪玉打たれるが、うちのミニペはそんなんじひるまないよ。一発二発ガゴも添えて、うえあでも2000ぐらいか、ちょっと待ってよ。キング危ない、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 キング守んなきゃいけないけど守れるかな。絶対ケツスパクる、こっちにあれやばいな。ちょっと待てよ、真っ向勝負行きたくない。で逆に行きます。この逆ダクプリができるのがねちょっと強いんだよね。で背中でゴブジェイの背中で溶けそう、メガゴが。よし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 、で俺これ守れば一応勝ちなんで。あれなんかナイトが、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 ナイトがさ強すぎる。気持ち守るよ、気持ち守る。あーもうさすがに、さすがにこれはもうフルでね、もうレイジ防衛しちゃって、豚も作って時間も稼いで、さあ気づけばフルカウント、おめでとう。やばくね、なんかゴブジェいない、ゴブジェじゃない、スパーキーいないけどめっちゃ守れるくないですか。なんかゴブジェにナイトとかいるのが違和感しかないんですけど、違和感しかないんですけど、なんかしっくりきてるっていう、強すぎて。今のも別にまあ限界突破ナイトだからこそ勝ったってわけでもないしね、正直。まあそういう場面も多くはなってくるけど、えぐいやん、おい。ゴブジャイ。ファイボレイジ。何が強いんだろうな。わかんねえよ。ゴブジャイ。まあ、間違いなくゴブジャイが強い。どうするこの暇なデブだ、おい。ミニペ隊長。いってらっしゃい。取れてきたら GG で。あ、取れなりそう。あー、まあ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 、ギリ許せる。一発やる気がねえ。これ、まあ、スケラの可能性が高いんですが。スケラーかエレジェもあるね。いや優秀か、なんか、お、めっちゃいい背中。え、これちょっと熱くね、ちょっと熱いぞ背中があるからの、うわーいい取るねー。だけどエレジェか、だいぶダメージ入ったんじゃないこれ、どうなんだ。まあ、エレジェにもあのスパーキー欲しいですね、正直。うん、スパーキー欲しい場面もよくある。イージャイアントって書いてるよ名前に。欲しい場面もよくあるが、なくてもなんとかなるのがこのデッキ。ナイトダクプリミニペね、陸最強まだある。ボーラーだるいな、なんかこういうのに対して逆ダクプリが強いんですよね。トリマ逆に流しとく。フェニックスいたなこれ、やべえな。あーでっけーこれ、ハイスピ。そう、このダクプリのね受けとしてねコスト使ってくれるからね。大砲持ってたな。まあまあまあ、もう雑にゴブジャイ裂いていいです、正直。でも雑にね、ゴブジャイの背中を生かすこのレイジが強い。よしよしよし、さあトルネード使わせる。いいねいいね。でまた逆にプレッシャー与えながらのレイジとか来るとだるいね。レイジじゃないわ、ライトニングか。お、あれが入ってる。ダークプリね。逆流しダークプリちょっと強いかんな。頑張れ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 。怪しいかちょっと。こうなちょっとね、こっち警戒しないといけない。むずいね。まあミニペいれば止まってほしいなっていう思いがあるけど、ワンチャンライトニング打たれそう。いやでも意外と、これえないとさちょっと強ないこれ、どうで、あっちにコスト使うっしょ。ダックプリこれ熱いよ。ナイト、いやもうナイトドリームあります。それでもあるかからの大砲咲いてるんで、ゴブジェからのレイジで終わらせたい。ダブルミー
もう何でもいいよ。よしよし、背中、うわーいい防衛それ。まあ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 、まあ、よく耐えてるよく耐えてるよく耐えてる、全然全然全然、流れとしてはめちゃめちゃいいです正直。ナイトがこのこっちのゴブジェイみたいなね、こういうこともできます。このファイブもちょっと強いぞ。いやーこれこれができちゃうんだよね、このナイトダックトリー型だとね。両サイ攻めゴブジェイスパーキーです、片サイドみたいなねイメージあるけど、攻める、ここで攻めるで、ライト打たれて出す、攻めるで、ここで、こっちのカウンターもあります。これゴブジェイ座るんね、これどうお兄さん、止まっちゃう感じ、うん、止まっちゃう感じ、止まんないでほしいな、止まんないでほしい。うん、これダクブリ背中ゴブジャイ、おいそっちかい、やばすぎだろ今まで、そっちの強いんですよナイトが、ナイトが強いんですよみたいなね、この両サイ攻めができるのが、まあスパーキーゴブジャイ普通のスパーキーとは違う、まあ、良さというか、まあなんだろうね、ペッカとかユーノとかゴーストとかで戦うのが好きな人とかはめっちゃ好きね。あーもうマジ嫌い、ロケコロケット式つらいです、はい、陸で結構プレッシャー与えていくんでね。あーいやばすぎん、ちょっと待って、今日のマッチアップえぐいです、エグスパーキーで生きてます、これマジめっちゃ攻めよう。はい、で受けてから守ります。いやめっちゃ受けです、これしかもミニペンもカウンターつながるんですよこのまま。あーレイジあったらあれ天国でしたね。もう一発、これキング結構いくね、よし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 、しかも211残ってます、これ残してー残してー、さすがにさすがに残すか、いや、やばくね ?2 回に1回ぐらいスパイキル。で、これキングもいけるんだね、俺。相手からしたらめっちゃだるいと思う。で、エレキロケコか。来るかな?雑に?待って、雑すぎた、これ。これやばいかな?カウンターが、折れるんですけど。いや、でもミニペしばいてくれると、いや、強いな、なんか。あれ?なんか終わる?もしかしてこれナイトで今レイジかけたらどう?これなんかワンチャン終わってくんね、おい一発、うん、買えば限定です、はい壊れ、まあ、環境最強なんでね今んとこね、数値上ね、はい、まあ、流行りのマジアチオールブレイカーとかにもだいぶ勝ちやすい、そういったデッキです。まあトリマー環境最強っすね、ただただ強いっす、なんかどんだけきついやつを引いても、まあ、ファイボヤの雨とか、まあ、なんだろう。まあ、なんだろうね。ラバルファイボとか、引いても、なんとかなる。陸がぶっ刺さるか、マザネクが事故るか、どん、あ、もう、ロケコだけダメ。ロケコだけダメです、ちなみに。まあ、でも、ロケコはダメってなるんですけど、そういうのもワンチャンあるんですよね。本当に。ワンチャンなんとかなる強さをしてるのがねこのデッキなんですよ、ね、いやでも強すぎる、まあ、ワンチャンなんとかならない世界戦の相手ではあるけど、いやきついね、まあ、ロケコね、ヤナメにしたくなるけど、ヤナメだとねババの突破とかもちょっとだるいしね。さあ、まあ、頑張って勝とうやと。ロケコ来ない。えら。ファイボーか。ファイボーか。
なるほど。まさかのホグファイボー、ホグファイボーか、ちょっとレアだな。ロケコちゃっちゃ使ってほしいな。ボムだったしね。あー、これ意外と美味しい流れじゃない。まあ、バルキリーも咲いてるんでね。ここ行って、頼む。範囲攻撃。やめろ。いやー、まあでもゴブジェの背中がちょっと入ってます。ちょっとね。強すぎんな。次、限界突破ロケゴ100できます。フォグ来たらファイブっちゃうかな。やべ。反応が鈍すぎて入っちゃった。さあ、まあこっからね。マジであるよ。それがこのデッキです。ダックリなんかすげえきた。いやー、硬すぎ。バルキリーハゲるね。だいぶハゲてる。いやー、あるよ。ロケコ使わした。ファイボならやばいんだよ、冷静に。これファイボならマジでありえない。他に勝てないや。ワンチャン？おや？おや？そんなバカな。相手が甘えてくれた、ラッキー！というわけで、こちらのね、ナイト限界突破のゴブジャイスパキないやつめっちゃ強いです。しかも結構使いやすいと思うので、皆さんもぜひやっていてください。よければチャンネル登録もお願いします。お疲れ様でした。またね。